さあどうもこんにちは、ダイタラです。さあ今日はね、電樹木ねっていうポケモンを捕獲しに行きたいと思います。さあウルトラビーストと前ね、フェローチェでしたっけ、なんか白いGみたいなねあのポケモンをいろいろとやってたわけですけど、皆さん捕獲したりとか苦労してましたよね。さあ今回はね、新しいウルトラビーストのね捕獲作業となります。ちょっと今回はね、厳選っていう作業が必要となってきますので、ちょっとしんどいんですよね。ウィース。おー、待ってたぞ、ダイダラくん。よっ。なんか、キャプテンだったっけ？ね。実は、UB の情報は掴んでる。早いね。周辺の警備に行ったんだ。さあ、UB03、ライトニング。ナンバー、836。3月6日、僕の誕生日ですよ。皆さん、覚えておいてね。どうもー。よっすー。おしゃまなガールが情報提供した。かわいいね、この子。お使い頼まれてなかったの。ね、祭りか試練してないからね。ニードキャプテンだもんな、こいつ。誰から？秘密でーす。ハプーかな。お願いがあったんだ。何？なんだねそれ。ダイダラくんと本気でポケモン勝負してこいって。え、勝負すんな。私と勝負するよ。いいよいいよ別に。やるよ。全力全力。さ、マツリカと勝負久しぶりっていうか初めてですよね。なんだっけ。バトルツリーの手前にこいついたはずなんだけど戦ってねえよ結局そういや。忘れとったな。さ、キャプテンマツリカ挑んできた。勝てるかな俺。全然負ける気はしないんですけどね。きたー。さて、ち、なんでこいつ名前で、鍵っ子ポケモン、クレフィー。クレフィーは、言ってしまえば、フェアリータイプですね。さあ、いきなり物理に強くなるやつ張りましたね、今こいつ。ノーマナーですね、完全。この、俺が物理タイプしか言えと、知っての、で、好意かお前、許さねえからな。もうクレフィーやり。じゃん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 と、ちゃんちゃんちゃんとやっつけていきましょうか。まあ、負ける気はしねえのでね、普通に。行こう。さあ、フレアドライブだけで結構いけんじゃねえかなと思うんだけど、どうでしょうかね。さあ、グランブル。ファンタジー。威嚇。うわ、威嚇って物理に対してなんかめんどくせえ技ばっかしてくんな、こいつ。さあ、ちょっとポケモン変えるか。じゃあ、ちょっと、チェンジしたいと思います。グランブルって何してくるかな。とりあえず変えるね。よし、ノーマル、フェアリー？タイプがわかんないなぁ。地震、うわ、地震とかやらしいね、ことすんね、お前。最低だ、それ。人としてどうかと思う、俺。はい。技的には大体効果ありって感じですので、まあ一回じゃあ普通にシャドクロとか打っとくか。シャドクロー。さあ、カウンターが来てるから、じゃれついてきた。じゃれつくのが一で威力高いから、もうじゃれつくか。クソ、カウンターで、うざいなぁ。負けちゃったよ。ミミキューごめんな。さあ、リフレクター、ようやく消えましたね。さあ、ここからです。反撃の時間だ。行くぜ。何が効くの、こいつ。わかんねえ。よし、まあ、いや、普通に行きます。自分にはビン。自信されたらでも若干めんどくせえんだよなぁ。まあ、自信される前に落としてやりましょうか。じゃあ、フレアドライブやってみましょう。ストーンエッジ向こうの早い。わーおー、ピンチで泣きそうって。あ、これフレアドライブで死ぬわ、それ。すまん。耐えて。耐えて、耐えて。耐えない。ですよね。ジバニアビーごめんな。悪い。俺が悪かった。じゃ、どうしようかな、次。アモーレイ。ヤモーレイ。さあ、何してくる？わー、マシェードか。フェアリータイプ？全部これって、こいつ。ちょ、わかんねえ。草？ねえ、鋼は効くから、アイヘイ打ちまくるか。アイヘッヘイ。アイヘッヘイで、ひるんでヘッヘイじゃん。ひるヘッヘイじゃん。余裕なんだけど。いいぞ、これ。よし。さあ、プークリン、このまま行きましょう、プークリンも。問題ない。フェアリーだね、これ感じ。じゃあ、鋼とか、毒とか、毒いないから、鋼で、ゴリゴリ押していこうと思います。まあ、アイアンヘッドでね、ひるめばラッキーみたいな感じで。ウェーイ、焼いてくる？やべえ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 、でも大丈夫だ。アイヘイ、こっちが早い。よし。さあ、行けるとこまでアイヘだけでゴリゴリ押していきましょうか。いけそうじゃん。アブリボン。さあ、ラストですね。アブリンちゃんですね。わー、かわいい。虫フェアリーですか、これは。オッケー。じゃあ、このまま行きたいと思います。アイヘ。エナボン、向こう、早くない？ちょ、待って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 。どうしようか。虫が入ってるから、飛行タイプでいいかな。口キャノ打つか。素早さ向こうのが早いから逆手に利用しましょう。でも特殊攻撃だから多分やけどとかは合わないのかな。まあいいや、口キャノ打ちましょうか。よし、マジシャ耐えるよね、2発。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。よし、一発やりちょれー。
オッケー。さあ、レベル63まで上がったよ。やったー。うれぴー。うわー、強さ驚いちゃったよ。はい、ということで。わー、驚きの強さ。問題なし、大学は強いねー。なかなかやるのなおしゃまガールもね。で、まあ、とにかく帰るね。帰るの？情報提供だけして帰っていった？ねえ。しまってね。なかなか変なガールだったな。ほんとだよね。あいつ、やばいやつじゃね。では、君に取り締まりの任務だ。バックアップ頼むだ。ウルトラボール。さあ、電樹木がね、今回2匹いるらしいんですよ。もう調べてきましたよ、私。いつもの連絡だ。では、エーデルパラダイスに行ってこいよ。フェローチェのことだね。オッケー。それでは、今からね、電樹木2匹捕まえていきたいと思います。行ってきます。ウルトラビーストの情報聞いてないから聞いておきましょうか。ウルトラビースト、コードネーム、ライトニング。ライトニングさんを今からね、捕まえたいと思います、皆様。電気を操るウルトラビーストだ。2箇所だ。2箇所あるの？ちょっと待って、これメモっとこう、みんな。シェード、ジャングル、メモリアルヒル。ここね、みんな。アーカラ島内に移動してると思われる目撃数は2匹だ。さあ、2匹捕まえてこいってことですね。オッケー。それでは今からこの2匹を捕まえていきたいと思います。目立ち目立氷で終了ってえぐいなあ、来た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 、マジ出てきにくいな、これ。うわ、電樹木だ、かっこいい。俺、手のね、なんかよくわかんないとこ好き。ねえ。手で殴られたら痛そうっていう。痛そう、これ。やべえ。超かっけえ。ででーんさんの、これ。お前をやるぜ。行くぜ、まずはシャドクロー。あ、いい攻撃でいくですね。どれくらい強いの、これ。電樹木ならお前んちにいるだろ。いないよ。さあ、シャドクローもう一発打ちましょうか。ほらー。さあ、放電。うお。キック。キック。ちょ、待って待って、やるな、お前。チェンジだぜ。オッケー。さあ、ウルトラボール投げてみましょうか。ウルボボボボボボール。ほい。どうだ？学習装置切ってねえわ。あ、一発じゃん！ちょれー！何？君、強いの？はーい、ということで、電樹木。さあ、このポケモンを今から厳選していきたいと思います。まずは性格ね、診断からです。電樹木。見てみましょうか。電樹木、電飾ポケモン。ウルトラホールドから出現した発電所を、強襲したため、電気がエネルギーと思われる。光ってるね、ポケモンなんかよく見たら。可愛くない？強さ見た方がいいのかな？とりあえず。はい。臆病。あ、性格一致してますね。ステータス面はちょっとよくわからないので、このままちょっと持っていきましょうか。気持ち加えよ。図鑑コンプしてるのみんな。でも図鑑コンプするのにいるからね、こいつ。ちょ、若干めんどくさしくんだよね、ほんと。めんどくさしくんってか、いいね。オッケー。さて、とりあえずちょっと見に行ってみましょうか。今から。さあ、何かな？見てみましょうか。氷か、地面だったら終了なんですよ。皆様。じゃなかったら、もう終わりなんで、じゃなかったらもう一回リセットで頑張ろうってやつな。さあ行きましょうか。一発終了。カモン！お！終わった。お疲れ様です。終わった？終わっちゃった。わ、お疲れ様でした。はい、次行きましょうか。次何する？いやー、捕まるもんっすね。はい、電樹木です。はい。ステータスは 3V だから、あれ使わなきゃいけないけど、で、
王冠使わなきゃいけないけど、まあ、絶対これでいいでしょ。もういいでしょ。カステだけど。ねえ。カステだけど、全然いいっしょ。だけどさ、まあ、頑張る作るよ、なんとか。来んなよ、来んなよ、来んなよ、来んなよ。控えめ、控えめ、控えめ。ちょ、待て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 。やだ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 、俺待て待て。来ないで。おい、電子ボック頼むよ、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 頼むよ。おっしゃー、でも炎かよ。いりません。 2DS ってね、あの 3DS と違って折りで畳めねえじゃん。だから、俺、サブ 3DS もう一個欲しいんだよ。サブ 3DS ってぐらいなんだけど。ねえ、1DS ってそれゲームボーイアドバンスや。なんか、どうなの？持ち運びの部分どうなんだろう？マジ。ポケットに入れて、持ち歩くとなんか傷つきそうで嫌なんだよね、なんか。だったら 3DS 買った方がいいかなと思ってんだけど。国際映画で 2DS 使ってるって？まあ、サブってことだよね。要はサブロム用ってこと。コンパクトでいい感じだよ。あ、そうなんだ。ついて、まず見ますね。目覚めるバーを覚えたら、氷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 、バー！氷。出ちゃった。ちょれー、ちょれれ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 れちょれー、やったー、出た出た出た。疲れたー。オッケー。さあ、ちょっとアーカイブのね、ちょっと模様、今多分編集で出てたと思うんですけど、いかがでしたか？ウツロイド、ね。ウツロイドじゃねえよ。電樹木だよ。電樹木の、厳選がようやく終わりました。で、メザパの氷と地面。なんとかね、あっさりと出すことができました。ちょろかったな。嘘です、結構疲れました。詳しくはアーカイブで。それではね、集めた後のね、ストーリー進めていきましょうか。捕まえたよー。やったじゃん！さ、ボスと会ってなかったんだよね、さっきから。元気ボス、リラちゃん。あれ？リラちゃん帰ってきた？おいっすー。どうよ？電樹木、かっこいいっしょ。クリスマスツリーって言われてんだけど。で、クリスマス前に捕まえられてよかったわ。保護した指のデータを、本部とビッケさんに、転送完了。お疲れ様でした。ライトニングこと、電樹木の謎も解明されるはずです。どうした？あ、どうした、リラちゃん。大丈夫？ボス大丈夫？疲れちゃった？ええー、問題ありません。立ちくらみがしただけです。心配なさらず。ただのことではない！ボスのスタミナは怪力並み！立ちくらみなど、ありえん！すげえディスられてるけど大丈夫かな？これボス怒んない？いや、それほどでは。いや、心配おかけして申し訳ございません。本当大丈夫ですので。それにしてもダイダラさんはすごいトレーナーですね。私。電樹木を市街地から遠ざけるのに精一杯で。なのに指たちは私を見ると。なぜか指たちは私を見ると目の色が変わって。まるで私を餌か目の敵にしてるような。あれ？リラちゃん狙われてるの？
気のせいというか疲れてんだろボスは。餌にするってやばいな、目の敵っての。も狙われるの。あ、口なしなんだ。邪魔すぎよ。ウィース、久しぶり。よう、やってるか。ハンサムさんと会うの久しぶりだったけど、初めてだっけ、今回は。お前は！よう、ナンバー、ハンサム836。あ、ハンサムだっけ？何836って、ああ。おいおい、釣れねえな。お前らが探してる指の情報持ってきたってのによ。マジ？本当っすか？ブラスターっていう化け物。裏裏島にいるぜ。詳しいことは島でだ。真実か？裏はな、俺が島キングやらされてんだ。化け物どうにかしてくんねえと、守り神さんにどやされちまう。ありがとうございます、口なしさん。じゃあな。裏裏な虫巻きんだけなんか不穏な感じだよね。しっかりしろよ。なんかいんねえ、あんのハンサムさんと。ああ。口なしさんとお知り合いなんですか？昔少しな。836ってないやろな。そんなことより今は任務を遂行すべきでは、優先すべきでは。そうですね。指が目撃された今、任務が最優先です。裏裏島に移り、そこのモーテルに拠点を構えよう。オッケー。13番道路だ。いやー、今回も頑張ったなー。ということで皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。ポケットモンスターサム、ね、ウルトラビースト、ね、で頑張って捕まえてきて、指03まで、なんとか捕まえれました。次回多分指04かな。04の厳選。厳選、これマジで毎日、終わんないよね、ほんと。またなんかね、きつかったら、YouTube ライブとかでね、厳選して、また一部分をね、ダイジェストでっていう形になると思いますが、ご了承くださいませ。それではまた次の動画でお会いしましょう。あそぼよ。